企業なのに、かわいい。おー、かわいいの、かわいいの披露してくださるそうです。いかがでしょう、皆さん。どうも、俺、もんまんぶりのがあってさ、ね、ほんま。今日はあまりにも格好ばっかりつけてるような感じがするので。VTR ね。はい、VTR お願いします。VTR Q。 どうでしょう。다 알면서 왜 날 버리시나? 난 이해가 안 가. さあ、まあ、このようにランキングが出揃いましたので、一度一斉に見てみたいと思います。このようになりました。こちら、はい、まあ、もちろんね、先ほども話しましたが、皆さんにとってはどれも素敵な1位のシーンだったと思いますけれども、こちらの作品すべて撮り終わって、どんな感情を抱きましたか？あ、몸안에는모든기운들이다빠져나가는기분이었어요。마지막촬영때스태프분들안아주고마지막에문채원씨이렇게안아주고하는데아뭔가정말뭔가뜨거운어떤기운이뭐빠져나가서모든걸잃은느낌일정도로배우는보통그런느낌이면정말소위말하는혼신의힘을열정을다바쳤을때만느낀다고하는데저도모르게정말이작품에집착도있었고열정도있었고집념도있었고그런것들모든것들을좀그시기동안에바쳤던것이아닌가라는생각에정말저자신한테도뿌듯하고기분이좋기도했지만한편으로는아왠지모를또상실감도있었어요이걸떠나보내야하나라는우울증우울감상실감이런것들이있어서참만감이교차했다라는게가장정답인표현같습니다本当にこの撮影が終わった時っていうのは体の中のすべての機運が抜けてしまったようなそんな感じがしました。最後の撮影が終わった時にすべてのスタッフの皆さんを抱きしめて、そしてチェウンさんを一番最後にチェモンさんを抱きしめたわけなんですけれども、その時に何か自分の体の中からこう温かい機運というものが抜けるようなそういった感じがしました。すべてを失ったようなそんな感じがしました。こういったことを俳優は時折感じることがあるんですけれども、その時っていうのは本当に渾身の力を尽くした時だけそういう感情を抱くことができるんですね。僕自身本当にこの作品に対しては本当に執着こだわりがありましたし、情熱も持っていました。でそういった時期だったので、本当にこの時期というのは僕この作品に対して本当に全てを捧げたんだなというふうに改めて思いました。なのでそういった自分自身について自分自身でも満足しましたし、また気分もすごく良かったんですけれども、でももう一方で喪失感というものを感じました。ああもうこの作品手を離れなければいけないんだな、送り出さなければいけないんだなというそういった思いから、ちょっと憂鬱な気持ちにもなりましたし、喪失感というものも感じました。本当にいろいろな感情が交差しました。ね、感謝です。ありがとうございます。今この言葉を聞いてこの方も喜んでらっしゃるんではないでしょうか。実はですね、悪の花脚本家